はい、今日はね、見て見て、プレゼント。あーちゃん、あ、これ見て、わ、人参さん、人参ぐるっとな、見て見て、たまちゃんじゃん、たまちゃん見て、ほら、たまちゃん見て、転がしたら、たまちゃん見て、じゃん、チーン、あ、じゃああっち、サムネ納豆かな、近い、おお、なんと第2弾ん？ 3 弾かな、第3弾はい、第3弾500円のガチャガチャをしてきました。こちらの方ちょっと開封したいと思います。ルールさん、何と思いますか？なんか見たことあるよね。ちなみに外側が、あの携帯でちょっと動画撮ってきたんで、4種類あって持ってないシリーズがですね、悩んだ結果これにしました。本当は一番したいのがあったんですよ。その理由はこれを見せた後に言おうと思うんですけど、それはちょっと我慢しました。次回もし許可が出ればしようかなと許可、はい、ちなみに何と思いますか？何、動物系、生き物です。やっぱり、まあ、ちょっと皆さん閲覧注意です。ここからは自己責任です。ルンルンさんの反応をちょっとお聞きください。じゃん、あ、カメじゃない。そうなんです、今日はカメじゃないんです。カメの感じと思っとった。じゃん、なんこれ、バラバラやん、なんこれ、タマちゃん見て、なんこれ、ほらタマちゃん見て、タマちゃん見ないよ、あーちゃん、あーちゃん冷静やね。そうです、今日はスズメバチですね。バラバラ事件、バラバラ事件発生してます。これピンクでなんかと思っとった。これ羽ですね。ちょっと、はい、組み立てたいと思います。まあ、まず顔から、顔から、おお。サボさん、なんか見たことない？なんかあるんや、多分見たことない。ガオー、好きやけね、たまちゃん虫、うん、あ、で、さっきの続きなん、話の続きなんやけど、うん、右上と悩んだんですよ。多分見た人は右上と悩んだんだろうなと今思ったと思うんですけど、右上と悩みまして、まあそれがルームさん知らないと思うんで今言いますけど、カマキリ、カマキリだったんですよ。カマキリいいねー。ルームさんの苦手な生き物がカマキリ。カマキリなんですよ。カマキリ嫌いなんよね。だから。そうかな。すっごい難しくて、初見ではちょっとめんどくさいですね。これ全パーツですね。これちょっと違うパーツが。ちょっと違う。何パーツ？ちょっと人参さんのパーツがあるんですけど。人参パーツやの。ここやん。どんな顔な。じゃあちょっとその間に作りまーす。作れる？はい、皆さん完成しました。ちょっと時間がどれぐらいですかね、多分10分ぐらいかかったかもしれないですね。10分以上かな。パッとプラモデルが得意な方じゃないとなかなか難しいかもしれないです。もうかなりリアルで、ちょっと苦手な方はちょっと申し訳ないんですけど、まあ、別にそうじゃないよ、おもちゃだよって理解できる方にはいいんじゃないでしょうか。500円、500円のクオリティにしてはすごいよね。針もしっかり出てますし、出るんですよ、こう傾ければ
細かいなとかな。10センチぐらいだと思いますね。僕がだいたい手20センチぐらいなんで半分10センチ真四角ぐらい、はい。まあ、部屋に置きたいとか飾りたいなんて人はやってみたらいかがでしょうか。たまちゃん、たまちゃんもう眠たかった。てめちゃん眠たかった。はい、たまさんちょっと動画の途中で眠たくなって寝床に帰ってますけど、じゃん、どう？眠い時どうでもいいね。はい、ではご視聴ありがとうございました。